大変失礼しました。そうしましたら、時刻は17時になりましたので、後半を開始させていただきたいと思います。ここから司会交代いたしまして、私、日本 IBM の田中が務めさせていただきます。次のセッションはパヤラのベンダーセッション、パヤラコミッターの蓮沼健二さんからイントロダクション・トゥ・パヤラ6コミュニティということで講演いただきたいと思います。それでは蓮沼さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ、スライドの方見えてるでしょうか。それでは、イントロダクション・トゥ・パヤラ6コミュニティと題しまして、パヤラコミュニティから、蓮沼が、発表をいたします。約20分ほど、お付き合いください。このセッションでは、もうすぐ、リリースされます、パヤラサーバーの、最新版、パヤラ6のコミュニティ版についてお話ししていきたいと思いますと。まず、パヤラ、サーバー、パヤラ、マイクロ、まあ、足してパヤラプラットフォームと呼んでますけれども、これ2種類のエディションがあります。パヤラコミュニティと、パヤラエンタープライズと2種類あります。ちょっとさらいしていきたいと思います。まず最初に、パヤラプラットフォームのコミュニティエディション、多分日本の9割以上の方はこちら使っていると思いますが、こちら、オープンソースの、ジャッカルタ EE の、互換実装となっております。で、主に、開発用途や、新機能の、テストなんかに、使うことを、ターゲットとしております。で、毎月、新機能を加えつつ、アップデートを繰り返していくという、エディションになっております。もう一つ、パヤラプラットフォームエンタープライズエディション、こちら優勝版なんですけれども、パヤラのソフトウェアと、サポートが、一つになったパッケージになった、製品になっております。こちら、企業向け、特にミッションクリティカルシステムのお使いのところ向けに、提供しておりまして、こちらも月次で、アップデートやパッチを提供して、こちらは安定性を重視した、エディションとなっております。今回、お話しするのはこちらの、上の方、パヤラのコミュニティ版になりますと。で、もうすぐ、パヤラのコミュニティ版、新しいバージョン6が登場いたします。これどういったものかとなりますと、最新版もうすぐ。今、公表されているのが、α3 という、バージョンになります。ソースコードだともう α4 の RC3 まで、今日の段階で来てますので、本当もうすぐリリースになります。で、リリースされた時には、バージョンの、6.2022.1 という、バージョンになります。現在、最新版が、パヤラの5。5.2022.3 というバージョンになります。その次のバージョンということになります。で、一番大きな特徴が、ジャカルタ EE10 に、準拠していることっていうのが挙げられます。ただし、EE10 に準拠した代わりに、今までの EE8 もしくは、EE9 との互換性は、打ち切ってます。で、今後、パヤラコミュニティのリリースの方は、パヤラプラットフォームの5から6の方にスイッチしていきます。ですので、パヤラの合計は 5.2022.3 が終わり、その次はもう、6.2022.1、6.2022.2 と続いていきまして、もう今後、パイアラ5のコミュニティのリリースはなくなります。
ただ、エンタープライズ版の方は、パイラ5のリリースしばらく続きまして、2028年まで続くことになっております。ということは、パイラ5のコミュニティ版を使っているユーザー、まあ、主に Java E8、Jakarta E8 になりますけれども、そのユーザーは、まあ、全員が、いずれ、パイラ6コミュニティに、コミュニティ版に、マイグレードしなければいけない。EE10 に移行しなければいけないという、そういうことになっております。まあ、一番大きな違いといえば、パッケージが、JavaX から、まあ、Jakarta に変わった。まあ、これは Jakarta EE の9で変わったことですけれども。それに加えて EE10 ではいくつか、API レベルで非互換が発生しておりますので、そこにも注意が必要となってきます。と結構 Fire5 いろいろ変わった、Fire6 いろいろ変わったよというふうには、ちょっと印象を受けるかもしれないんですけども、今映しているのが Fire5 と Fire6 の、管理コンソールの画面。まあ、ほぼほぼ同じです。サーバーの管理コマンドもほぼ変わってません。ということなので、サーバーの使い勝手は今まで、Fire 5の時と同じ。で、API が EE8、EE9 から EE10 に、チェンジすると。そういった感じになっていきます。で、Jakarta EE10 における、非互換、まあ、これまでのセッションでもいくつか出てきたと思いますけれども、Fire 6の観点から見てちょっとまとめ直してみます。まあ、大きなところで言いますと、Jakarta Faces、もともと Java Server Faces って言ってたものが、まあ、近代化されました。今までバッキングビーンに使ってたマネージドビーンっていう、まあ、JSF 特有の、ものが、なくなりまして、これが全部、CDI のビーンに、置き換えられることになりました。まあ、これ、EE6 から EE8 にかけて、まあ、じっくり変わっていったものなんですけれども、今はもう CDI に全部置き換えることになります、今後は。それから、EE10 でボーンと出てきたものが、JSB のビュー。今までの、JSF、Jakarta Faces って、ビューにフェースレッツと、あと古い形式として JSP の2つを、サポートしてたんですけども、そのうちの JSP 側のビューが廃止されます。ということで、ビューに関しては、すべてフェースレッツに、統一しなければないいけない、移行しなければいけないということになります。ただ、JSP 自体は、EE10 でも、単独で残ります。あくまでフェースレッツとの、連携が、サポートされなくなるっていうだけの話です。その他、Java EE8 の段階ですでに、非推奨となってた機能。それが、EE10 でごっそり削除されております。簡単に挙げますと、Entity Bean、AJB の Entity Bean と、あとは EJB の、2系に、由来する機能のいくつかが全部ごっそりなくなります。それから、JAX RPC とか JAX R といった、古い形式のトープの API も全部なくなります。削除されます。その他、もろもろ、小さいところが変わっています。それから、これは、まあ、廃止というよりは、今後非推奨になっていくものなんですけれども、CDI 中心になっていくということで、例えば、ジャカルタレストで使っているコンテキストみたいな独自の仕様のインジェクトポイントのアノテーションが全部 CDI のアットインジェクションにアットインジェクトに変わっていく予定です。あとここにはちょっと載せていないんですけれども、エンタープライズビン
昔 EJB と言ってたもの、こちらの方は、まあ、非推奨というか、機能そのものは残るんですけども、今後新しい機能が、エンタープライズ B に追加されることはなくて、新しいものはどんどん CDI に追加されるということで、今後 CDI 中心の、仕様に、EU はなっていきます。ということで、実際、Pyara 5から Pyara 6、マイグレーション必要になるんですけども、どうやってやっていけばいいのか。これいろんなパターンが考えられるんで、一概には言えないんですけれども、例えば、日本の代表、まあ、よくありがちなシステムのことを考えた場合は、まあ、こんな感じで、マイグレーションしていけばいいんじゃないかなという、案の方を、こちらに提示いたしました。まず、最初のステップ1。まず、この時点では、Java EE8、まあ、Jakarta EE8 も、イコールですけども、という状態になってますけれども、結構、非推奨、デプリケーテッドの、機能が、まあ、ID とか見ると出てくると思います。ビルドの時も、これは非推奨ですって形で結構出てると思います。皆さんのアプリケーションビルドするとき。で、このデプリケーテッドって出てる機能について全部削除して新しいものに置き換えてください。特に、JSF の、古い形の機能については結構、広範囲に、デプリケーテッドになってますのでそこは全部気をつけて置き換えてください。で、その次、ステップ2ということで、パッケージ名 JavaX を、Jakarta に全部変更してください。まあ、変更するのは、まあ、IDE なんかでも変更できますし、あとは Eclipse Transformer っていうツールがあって、それ使うと、一発で全て、変換してくれますんで、それ使うと便利かと思います。で、3つ目のステップとして、まあ、皆さんのアプリ、Java EE、Jakarta EE の標準 API だけじゃなくて、まあ、十中八九何らかの、依存ライブラリ使ってると思います。むしろ使ってない方が珍しいぐらいで。で、そういった、依存ライブラリ、それを、Jakarta EE9 互換のものに全部置き換えて新しくしてください。ひょっとしたら、この時点でソースの修正が必要になるかもしれません。まあ、そこは対応してください。で、このステップ3が終わった時点で皆さんのアプリケーションは、Jakarta EE9 に互換の互換性になります。Jakarta EE9 コンパティブルになります。で、ここまで来た。あとはステップ4で、皆さんのアプリケーションを、JDK11 上で、動くようにしてください。これは、そのまんま、JDK11 で動く場合もあれば、かなり手を入れないと JDK11 で動かない場合もあるかもしれません。ちょっとここに関してはそれぞれ皆さんのアプリケーションによって、だいぶ変わってくるとは思います。ただすごい苦しいところについてはPyara 側が吸収してるはずですので、まあ、恐ろしいほど、もう全面書き換えになるほど、ひどいというか、大掛かりな変更になるとはちょっと考えづらいんですけども、何らかの実証が出る可能性はありますんで、一応このステップ4で、4番目のステップで JDK11 で動くように、書き換えて、しっかりテストもしておいてください。で、5番目のステップ、
まあ、設定ファイル、いくつか XML ファイルがあると思うんですけども、そのスキーマ、XML スキーマをもう新しいものに変えておいてください。まあ、ほっといても大体のものは動くんですけれども、一部動かなかったりすることもありますんで、念のため全部新しくしておいてください。で、このステップの5が終わった段階で、皆さんのアプリケーションは、ジャカルタ EE 9.1、コンパチブルとなります。9.1 の、互換になります。で、一応ここまでやった段階で、実は、EE10、広報互換性の関係でもう EE10 で動きます。ほぼ動きます。で、ステップの、6番目、最後。まあ、EE10 の仕様に合わせて、コードや設定をちょこちょこと変えてあげれば、EE10 へのマイグレーションは完了となります。まあ、6はほんのちょっとの作業になるかと思います。場合によっては全く作業がなくなる場合もあるぐらい、すごく小さな作業になります。まあ、全体を通してこんな感じのステップで移行すれば、大体のアプリケーションは移行できるんではないかと思います。ということで、だいぶ時間余っちゃってきてるかな。他に関しては、そうですね、スライドには載せてないんですけども、注意がいるものとしては EJB と、あとは SOAP、JAX-WS ぐらいですかね。EJB は、EJB3 以降になっていれば、基本、仕様変わってませんので、そのままお使いいただいていいかなと思います。その代わり、新機能もついてきませんので、まあ、いずれは CDI に移行する必要が出てくるかもしれません。それから、JAXWS、ジャカルタ XML Web サービス、これに関しましては、ジャカルタ EE9 の段階で、オプショナルの仕様になってしまいましたが、パヤラの5、もしくはパヤラの6に関しましては、まあ、標準でまだ残っておりますので、まあ、この流れに沿って、マイグレーションしてあげれば、問題はないかと思います。EJB も、JAXWS も、仕様については、昔の仕様がそのまま引き継がれる予定になってますので、ご安心ください。パラニアについてはご安心ください。ということで、最後に宣伝ですけれども、パヤラの方では、パヤラグローバルミートアップっていうウェビナーを、だいたい毎月ぐらいですかね、そのぐらいのペースでやっております。ちょっと英語になってしまうのと、あと時間帯、時差の関係で、日本時間の深夜になってしまうこともあるんですけれども、もし英語興味のある方は、まあ、こちらの URL にアクセスして、登録していただければと思います。ということで、本日の私からの発表は、これにて終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。はい。蓮沼さん、どうもありがとうございました。パヤラからのベンダーセッションをお届けいたしました。これから URL を変更しますので、しばらくお待ちください。